どうも、構図です。今回ですけども、60枚目シングル選抜発表開始につき、前作の握手会メンバー売上順おさらいということで、やっていきたいと思います。情報提供いただきまして、視聴者さんから。なんかそういう、なんかこう、ネタになりそうな情報は、随時僕の DM までいただけるとありがたいです。ということで、今のところほぼカラコンウィンクのオフィシャルショップは売上上位16人。ですが8人発表済みですね。今この動画を撮ってる段階では、水島、千葉、佐藤、愛理、八木、長友、田口、下を迎えちと、ではあ、63枚目の選抜と売上順を見ていきましょう。当店ナンバーワン村山優里さん、小栗優里さんで倉野成美さんまでの3人がフル部完売、それを追う山内瑞希さん。ここまでが四天王ですね。で、田口、秋山、向井地、岩立、水島、八木、長友、佐藤愛理、橋本、下尾と、続くわけですが。で、鈴木、徳永、千葉、大森、と来るわけですね。なるほどということですね。ちなみにこの二重丸が連続選抜で、黒丸が初選抜、丸は、まあ、前回連続ではないけどっていうふうなところですね。選抜経験はあるみたいなところの見え方ですね。って考えると岩立佐穂さん、橋本恵理子さん、ここら辺はかなり可能性としてはあるかもしれない。売上順だったらね。今のところ発表されたのは田口、向井地、水島、八木、長友、佐藤、愛理、下尾、千葉、こう考えるとマホピョン結構あれなんだね。ギリギリかもしんないよね。で、平田由紀ちゃんが33位ですか。あら、この枠はちょっと誰かに取られる可能性あるね。その上で言うと、成田、山崎、布袋、新井、マサイ、ハルピョン、福岡、高橋、徳永レミタンがここに来てますからね。クルルンも選ばれてないですもんね。で、根強い岩立佐保人気っていう。ね、最年長が抜けたら最年長補充するみたいなのもあるのかもしれない。で、さらに下行くと、アンレーム、山口、坂川、久保、19期、花田、河村、伊藤、奥本、白鳥。まあだから、花田ちゃん、伊藤桃ちゃんあたりは、ね、抜擢あるのかもみたいな話もありますけど、これがね、こっちが最新版、なんかその、データ的には最新版で、まあ、おおむね順位変わってないですけど、クロスハルカさんが入ったんじゃないか。違うか。クロスハルカさんのデータを含めたらこんな感じでしたみたいなので、いただいたっすけど。まあ、おおむね順位変わってないっすね。そう。なるほどね。おおむね変わってないっす。だから、この順番で考えると、平田ちゃんは厳しいかもっていう感じっすね。マホピョンですら危ういかもになってくるのか。で、一方で売上順で言うと、岩立、橋本、鈴木、徳永あたりにはチャンスのメモと。で、19期入れるのであれば、花田、河村、伊藤からなのかなと。売上的にはね。まあ、ただ、その、押し出し方で言ったら、花田、伊藤の可能性が高そうですけどね。どうなんでしょうね。まあ、でも、その、売上枚数的に考えると、確かにな。でも、レミタンあたり入ってくるとでかいかもしれない。昨日ね、アップした動画で、やっぱね、センター4、5年目ぐらいのキャリアの子がいいんじゃねえかみたいな話をしたら、4、5年目はちょうどレミヒューですと。いや、徳川ですと。徳永レミちゃんと坂川ひゆかちゃんが4、5年目なんだと。いや、だよね。だから、この2人あたりがさ、今頃センター張ってると、グループとしては盛り上がってましたよね。でも、未だ選抜なしでしょ。だから、ちょっとコロナ禍が尾を引いたよな。コロナ禍の運営の仕方で、2、3年ロスしたもんね。レミタンとひゆかちゃんがもう4、5年目っていうのかな。もうそもそも、ね、まだなんか 2年目ぐらいの感覚ですけどね。やっぱそのコロナ禍のその活動、停滞感を踏まえると。
なるほどね。どうなるんでしょうね。残り2日ですか？わからないけど、何日続くのかわかんないけど、あの発表形式。ただ、まだ四天王の発表がまだなんで、ここは順当に入るとすると、じゃあ残り4枠。でも秋山優奈ちゃんも、ね、こんだけ売れてて外すわけないだろうっていう。って考えると、残り、柏木抜けて、1枠、余ってるけど、大森平田枠か。ここがわからんよな。いやー、マホピョンですら安泰ではないのか。ねえ。どうなん？まあ、そもそも16人じゃない可能性もありますけどね。そこら辺も含めると、マジでめっちゃわかんない。でもこういうデータは面白いですね。残り2日なのか3日なのかわかんないですけど。何日間続くのかわかんないですけど。選抜発表の、まあ、楽しみの一つとして。今、前作こんだけ、売れてるんだみたいな、あ、こんだけシャンパンいただきました当店ナンバーワンですみたいな、もうマジで完売表とかマジそれだもんな。まあそんな感じですね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。YouTube 向けに出た1枚5秒でしたね。1枚5秒。だからその AKB よりはやっぱ単価高いっすね。はい、6分終わりまして、今ね、4時45分ぐらい。いやー、15分、まあ20分から並んでるから、実際25分だけど、25分で、岡部蔵野という、結構並ぶ面の、終わらせて、ようやく私は帰路に着きます。動画撮れるんだって、すごい。お見送りです。すごい。俺顔出しできねえんだ俺俺ナルタオチャンネルには負けるズッキー当たった当たったてか入ったわ。2投目で入りました。誰で取るかは取った後に、報告しますんでお楽しみに。ステッカーもらった。いやまだねイベント中なんですけど、もう鬼の勢いで5周するっていう。いや今日ね一番楽しいオタ活かもしれない。今年一番楽しいオタ活かもしれない。はい、でも大満足っすね。めっちゃ高まってる。あの柳瀬玲矢ちゃんともお話できましたよ。あのなんだあのルコックロティはランチで行ったよって言ってましたディナーであれ知ってたら結構あれだなっていうのを動画で言ってたら多分見てくれたっぽくて、なんかあのねツイッターでその動画投稿しましたってやつにいいね来てて、おっと思ってその話が今日できるぞと思いながら今日臨んだんですけど、いやめちゃめちゃねめちゃめちゃいい接触でした。でハーチとも話して、でイブクルもそのなんだっけ、コーズアンダーグラウンドって YouTube やってますって言ったら、あ、生誕祭の動画上げてるみたいな、で一日ちょっと所長も上げてますって、まあ、それもちょっと一脇あり、でその分あのイブキちゃん、クルタン、ハーチの順だったんで、そのハーチとの接触が薄くなるというのがあったんですけど、でもハーチともね、なんか痩せ、ま、だいぶ痩せましたねとか言われて15キロ減って言ってちょっと驚かれた。で豊永さんとはあの絶妙な距離感での接触、はい、で矢野瀬里亜ちゃんとはその話をして、でエミリーが結構食いついてたのが超でかくて、エミリーがね写真撮ってる方ですよねみたいな、コウズさん知ってますみたいな、マジかみたいな、
いやめっちゃ熱い。僕はあのエミリーの顔面が好きなんで、そうビジュアル一番好きなんで、そうめっちゃ高まってしまった。そうで最後ミクリンだったん でミクリンはもう当然知ってくれてるのであれですけど、そうあコズみたいな知られてる対応をされ